こんにちは、億万長者合宿の動画をご覧の皆様。ここにね、1枚の紙があるんですけども、この紙ね、この薄っぺらい紙、本当にねピリッとやったら破れそうな紙なんですけども、これって紙を置くじゃないですか、下に。でこの上に足で乗っかるとしますよね。で今ね、皆さんのこの部屋のね、天井に手届きます？この紙を引いたところで届きませんよね。でも確実に少しの厚みがあるわけですよ。だから確実にちょっとは天井に近づいてるんですよ、この紙がないよりもね。じゃあこの紙をね、10枚重ねたらどうですかね。10枚重ねたら多少の厚みが見えてくると思うんですよ。で天井にもさっきよりも近くなりましたよね。で私のやってることっていつもこれなんですよ。じゃあこれをね、薄っぺらい紙をパーッと積み重ねていって、どっかで50センチとか1メートルになるわけじゃないですか。もっと積み重ねると、ね、すぐにでは無理ですけども、何日か後には天井に手が届くようなかさ増しができるわけですよね。下駄が履けるわけですよね。結局それをしてるんですよ、ネットビジネスって。 YouTube の動画を1本ね撮ったところで大したこと起きませんよ。でも確実に人生は YouTube をやってない時に比べてちょびっとだけね、自分でもその変化に気づかないぐらいちょびっとだけ動いてるんですよ。じゃああとは毎日のように YouTube を積み重ねていくと、この重ね方も上手になっていきますよね。でどんな紙だったら同じ1枚でも厚みがもっと出るのかってことをやっぱり見分けれるようになります。経験値が上がってくるんですよ。しまいには1枚の紙を再利用するって意味で、こうやって重ねてね、1枚なんだけども倍の効果を生むような、そんな YouTube 動画も撮れていけるんですよ。例えば過去の自分の動画を見て感想を話してみる、セルフ感想ですよね、セルフレビューみたいなことしてみたりとか、以前の動画と今日の違いをね、こう自分でレビューしてみるみたいなこともできますよね。そうするとこの1個しかなかった YouTube のネタが20にも30にもなってくるわけなんですよ。こうやってね、3つに折ったりとかするわけじゃないですか。あとは自分の動画に対してついたコメントに対して動画で返信してみるということで、本当にね、1個の YouTube、2個の YouTube の動画がきっとですね、無数にこう広がっていくと思うんですよ。で振り返ってみると、あ、1万個動画いつの間にかできてるわとかね、1万個の動画もすごいことのように思いますけども、あの再生リストってあるじゃないですか。1つの再生リストに100個の動画が1話から100話まで作るとしたら、再生リスト100個で1万個なんですよ。そう考えたらそんなに大したことないんじゃないですかね。例えば億万長者合宿のこの動画のやり取り、この再生リストってのは3000数百個あるわけですよ、1つでですよ。ってことは1万個の動画って言っても3000個の動画がそのうちの3割を占めてるんでね、なんかそんなにたくさん作ってるような気がしないんですよね。まあもう一回申し上げますと、本当に1枚1枚の紙を重ねるように私は日々の活動、アフィリエイトにしても転売にしても FX にしても YouTube にしても同じようにやってます。本当に今日やったことは本当ちょびっとなんだけども、でも10日間やってみて振り返ると、あ、こんなになってるなとか、100日振り返ってみるとこんなになってるなと、3年振り返ってみるとこんなになってるなって感じで天井に手が届く、要するに月収100万とか200万いってるわけなんですよ。本当にこれだけなんですよ、種も資格もなく。で全ての私の活動の記録は YouTube に残ってますからね、それを全部見てそれからやるとまで言いませんけども、結局そういうことをしてるんだよってことですよ。だから任意のところね、私の YouTube の適当なところパッてやっても同じようなペースでやってますから、だからね、逆転の必殺技とかあるわけじゃないんですよ。たまにコツコツと積み上げていくと、たまたま自分が発信し続けた暗号通貨みたいなのが後からブレイクしたりね、たまたま自分が発信してきた定額給付金みたいな生活保護みたいなのが後からブレイクするみたいなことがあるんですけども、それはね、特段狙ってやったわけじゃないんですよ。いろんなジャンルをやる中で何が当たるか分かんないけども、当たったものをさらに濃くやるってことを繰り返してるだけなんで、まあ基本的にはね、無軌道にさまざまなジャンルをやってるって感じですかね。でも どのジャンルを扱っていても、私の思考でYouTube 動画作りますんで、伝えてることは全部一緒なんですよね、これがね。だからそこがね、どの動画を見ても、あ、やっぱりそういうふうに答えるんだ、なるほどなっていうふうに感じていただけるところではないかなと思うんですよ。うん。まあという意味でね、私が今回言いたいのは、たった1枚の紙を重ねてるだけなんですよってことですよ。この1枚の紙の上に私は足で乗ってね、天井に届くかな、いつ届くかなって感じでこうやって積み重ねてるだけなんですよ。で積み重ねること自体にものすごく楽しみをね見つけているっていうところもありますんで、
必ずしも天井に届くから良かったってわけではないんですよね。もうこの日々の作業ですらやることがモチベーションになっている。しかも私の手元にある紙っていうのはそんなにいい紙ではありません。40を過ぎた本当にボロボロ紙です。でも天井に届くんですよね。まあそういった気持ちでやっていただいたらどうですかね。日々の積み重ねは本当にちょびっとだけども、でもその日々の積み重ねのね、ちょびっとすらしない人にはちょびっとすら訪れないっていうことでございます。だからちょっとずつやりましょうってことですよね。はい、では今回の動画は以上です。